最近人気なのがこのジャズレストラン、コート・オブ・トゥーン・シスターズ。名物はミシシッピ産のザリガニやメキシコ湾で獲れる魚介類をふんだんに使ったクレオール料理です。その特徴はスパイスの使い方にあります。フランス料理の伝統にミシシッピのワイルドさが加わったニューオリンズの料理はアメリカ一とも言われています。今テーブルでグリルしているのは名物のバナナデザート。このデザートはニューオリンズで生まれ一躍大人気となり、そして全米に広がったもの。いただきます。じゃあやっぱり噂のザリガニをいってみたいと思います。何に似てるんだろう。完全なエビですよね。で、うん、かなりスパイスが効いてるタレですね。あの、美味しい。これはでも日本人に合うんじゃないかな。見た目は結構すごいですけどきっとね、美味しいと思いますよ。あのバナナパイのバナナですよ。それがあったかいの。うん。